んこんにちは、かぐらです。今回、かぐらの巣第11回ということですね。なんと、はい、今かぐらは、はい、沖縄に来ております。はい、もうね、てな感じなんで、今回も全員でお送りしたいと思うんですけども、はい、この沖縄ね、はい、今日初日なんですけども、はい、ファンクラブ旅行で来てるわけじゃないですか。そうです ね今までこうファンクラブ旅行といったら、まあ当たり前のように本島だったわけですけど、そうですね、今回沖縄ということでどうですか、なんかリーダー沖縄に期待することみたいな。これまあね、海の真ん前なんですが、綺麗ですねこれね。似合うのかなってちょっと今想像してるんですよ、カグラと。あ、俺らがね、うん、いやもうステージのイメージとはだいぶ違いますでもね、いやでもいい経験させてもらってるかなって、うん、ね、アキはメンソーレ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 。はい、あれね、アキとナオランは、まあ、そうなんですよ、2回目、はい、ね、もう沖縄マスターです。マスターですまあマスターと言いつつあんまよく分かってませんなんだっけ、今回はもう最高です。これもう本当では見られない見られるわけですよ。最高です。暑いね。暑いっす。シンさんどうですか。すごい、あの日差しに弱いシンさんの感じ。痛いね。はい、弱い。でもなんかたまにはたまにはつか生まれて初めて来たんで、沖縄っていいなって思いました。エンジョイしていきたい。すごいね、いろいろ見て帰りたい。そうですね。なおさん、はいはい、どうですか、なんか一番あの社会的に頑張りそうなんですか。これがですか。うん、いや自然に任せますよ。自然に任せて、うん、やっぱりこういういいところはね、うん、やっぱ何やっても許されるよ。うん、ね、あ、はい、何言いかけたの意思的にはどうさ。いや俺ね、あの僕も何に熱いとかあんま得意じゃないんですけど、あのさっきもあのホテルの前のゲーセンで、うん、あの撮りたいね、キャッチャーのやつがあって、はい、すげえ頑張ってたんだけど撮れなかったんで、うん、あの滞在している間に絶対撮りたいと思います。はい、使った金額3000円で3000円すげえ獲得ゼロみたいなまあまあそんな感じで沖縄なんですけどね、はい、はい、今回は、この旅日記、前編をお送りしていきたいと思います。それでは早速ご覧ください、どうぞ。ということでいいですか。乾杯。
ライブの時、神歌の冒頭で何と言っているんですか？ああ、いいですね。こういうの待ってたんです。イザナリの樹海。はい、皆さん全曲で何曲あるかご存知ですか、メンバーさん？異邦橋、ひふみ、ひふみ、いろはにほへと、罪と罰、春うらら、祭り、いびつ、7月7日、熱、みやこ、思う、あきやさんの私物書です。はい、じゃあちょっとご説明いただきまして、いろいろ入ってるんで開けて確認してください。ありがとうございます。おめでとうございました。こんな感じのものがいっぱい入ってます。せっかくここ沖縄なんで沖縄らしい曲を歌おうかなと思って、ですね、すいません、スタッフさん皆さんに歌詞を配ってください。で、みんなにも歌ってほしいんだけど、風になりたいっていう曲をね。あ、知ってる？よかった。じゃあ聴いてください。で、みんなも歌ってください。風になりたい。
違う種を持つ、その花を咲かせることだけ一生懸命なれば、小さい花や大きな花一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もっともっと特別なオンリーワン。これから始まるということでですね、沖縄をみんなで満喫できたらなと思っております。本当にね、この旅行でみんなからいろんな力をもらって、で次回の作品に生かしたいと思っているので、まあ楽しみながら、すごいいい思い出になるような旅行にしていきたいと思ってるんで、3日間よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。まあみんな怪我とか本当気をつけて沖縄を満喫 しましょう。ゴキブリには注意。まあ、僕も含めみんな楽しみにしてたんで、残りの日を存分に、みんなで楽しみたいと思うので、最後までいっぱい楽しんでいってください。今日はありがとうございます。すごいメモリーバケーションにしたいので、それはもうやっぱ皆さんの力も必要だし、それはもちろん俺たちの力もやっぱ必要なんですけども、それをやっぱみんなで一つになってこう作っていくこの旅にしたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。じゃあまた明日。なってるほら。
ってるなってる。もうね。シワシワなんですけど。はい。どうしようもないです。テーマは。テーマ。琉球。琉球。すごい。Thank you.
ンクラブ旅行、最後の夜ということで、これからね、ゲームあり、キャンプファイヤーありと、花火もありと、なんかこう、いろいろ最後の夜にふさわしい、楽しみなね、企画が待っているということで、まあ、終わった後、また報告したいなと思うんで、行ってきます。これから、ファンクラブ旅行の2日目、メインの日のフィナーレです。これから、今、みんなご飯食べてると思うんですけど、キャンプファイヤーとか、ゲームとか、花火とか、まあ、いつもの王道な感じの、旅行といったらこれみたいな、その必殺技が出てくるんで、すごい楽しみなんですけど、まあ、最後まで気を引き締めて頑張りたい楽しみたいと思います。ですね、今回の旅日記はね、あっという間にですね、時間は過ぎていってしまったんですけども、もう、最後のイベント今夜こう楽しんでいきたいなと思ってます。でこれから最後の、皆様との夜になるんですけども、寿司の、美味しいご飯を食べて、いろいろな思い出がこうみんなにこう胸に残るといいですね。してきます、そういうふうに。なのでこれからご飯をいっぱい食べたいと思います。チェス、イズです。あっという間の、2日目なんですが、最後の夜、そしてですね、なんか夏休みの最後みたいな、そんな感じでもう一回楽しんで、僕たちも楽しみ、ファンの子たちも楽しみでいいんじゃないかな。頑張ります。何楽しみます。いかがでしたでしょうか。このね、沖縄の空気、良さをね、皆さんにお伝えできていればいいなと思うんですけども、まあ、沖縄ね、いろいろ特産物というかね、名物あるじゃないですか。そうですね。ね、なんか、あるじゃないですか、苦栗の、ゴーヤ、チャンプルとかね、こう、ちなみにみんなこう何を食べたのかな？なんだっけ、ラプチャ？ラプチャー豚のさ、角煮の柔らかいやつだよ。あれでも角煮じゃないですか。角煮だよ。あれ名物じゃないの。ラフティーって言うのね。違うじゃん。ラプソディーで。ラプソディー。なるほど。あとタコライスね。あ、そうタコライスとか、泉が10分の9ぐらい残した沖縄そばとかね。あれはないと思うよ。あれはないと思うね。もう生姜のっけすぎて真っ赤になってるからね。まあそんなんがね、たくさん食べてたんですけども、まだまだね、これから楽しいことがあると思うんで、そうですね、期待していきたいと思うんですけども、次回神楽の巣、第12回はですね、11月の4日放送でございます。はい、引き続き沖縄旅行編をお送りしたいと思いますので、楽しみに待っていてください。それではどうも神楽でした。